今回はいつも大好評1週間3000円台作り置きシリーズ。このシリーズは1、献立を考える必要がなくストレス解消、2、お買い物リストがあるからあとはスーパーへ行くだけ、3、安くて簡単なのにキラキラ食材が叶うレシピの数々が詰まった動画です。今回は節約食材の鶏むね肉や豚こまを使ったメニュー、甘みが増してる冬野菜を多く取り入れて3013円で全11品ご紹介します。月曜日はお魚の日、大人気の鮭ポテトをコンソメパンチ味でさらに超大人気メニューにします。鮭ポテトのコンソメパンチソテー1人分111円材料です。塩鮭4切れは骨を取り除いて1切れを4等分にし、トレーの上に乗せてあります。じゃがいも3個は一口の大きさにカットして耐熱ボウルに入れ600ワットで5分レンチンします。鮭を重ならないようにトレーに置いて、小麦粉を大さじ3入れて一個一個まぶします。でポリ袋でねやろうとも考えたんだけど、鮭をねカッ飛んじゃった粉が、鮭を切ってる間に結構身が柔らかくて、でポリ袋でこうガシャ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 やっちゃうと身がほぐれちゃう恐れがあったので、このようにトレーで今回やりました。フライパンにバターを熱してまぶした鮭を入れ、こっち側ね、半分に鮭を入れ、残り半分にレンチンしたじゃがいもを入れます。焼き色がつくまでねこのまま焼いていきます。5分ほどねこのまま放置しました。で鮭のね焼き色がこのくらい香ばしく焼けたら、鮭をひっくり返してじゃがいももひっくり返して、でその間にもう鮭もほぼ火がね通ってふんわりしたので、コンソメ大さじ2、粗挽き胡椒小さじ1/2、水大さじ2入れて、フライパンをこう揺すりながらね鮭とじゃがいも崩れないようにちょっと一回振ってみるか。勇気を出してちょっと振ってみよう。ほい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 よいしょ、あ、いい感じだね。あ、絡む。全部に絡んでこのようにパチ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 言ってきて水分が飛んだら出来上がりです。はい、で我が家ではね今夜食べるんで、このようにもうお皿に盛り付けてラップをかけて食べるときにレンチンして食べるのみと。でタッパーではねこのセリアの850ぐらいの大きさの大のタッパーにちょうど入ります。まあ、ポイントは最初に小麦粉をしっかり鮭にまぶすことと、バターを 20g 多めに使うこと、そして最後に味付けするときに水を足して全体に行き渡るようにして、鮭とじゃがいもにもカラッカラになったこう水分をちょっと含ませて、気持ちしんなりでもふんわりして美味しくなるというやり方です。しめじと厚揚げのさっと煮1人分39円材料です。厚揚げ4枚使います。大きさはね名刺サイズの大きさのを使います。しめじ1袋は粗くほぐします。鍋にお湯を沸騰させて厚揚げを入れ湯通しします。やっぱ油がね出てきてるね。1分ほどで大丈夫。お湯を捨ててしめじ
めんつゆ 100ml、 水 100ml 入れて蓋をして中火にかけ、蓋をしたまま4分グツ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 煮立たせれば、うん、いい香りもするし、しめじにも火が通ったね。火を止めて出来上がりです。で、この品も今夜いただくので、これはね、一人分ずつ器に盛って、このように青ネギや生姜をお好みでかけてお召し上がりください。タッパーに詰めるときは大のサイズで入ります。ほうれん草と塩昆布のごまマヨサラダ1人分44円材料です。ほうれん草1袋は5センチのざく切りにします。人参2分の1本は千切りにします。ツナ缶はオイルを切らなくてこのままで OK。 オイリーが気になる人はオイルを切りましょう。沸騰した鍋に塩小さじ2分の1入れて人参を入れ、2分茹でたらこのまま次はほうれん草を入れて、1分茹でたらザルにあげて流水で冷やして水気を絞ります。しっかりね。ボウルに絞ったほうれん草と人参、ツナ、マヨネーズ大さじ1、塩昆布大さじ2、白ごま大さじ1、すりごま大さじ1、醤油小さじ1入れて混ぜ混ぜすれば出来上がりです。はい、この品も今夜食べるので、このように盛り付けてしまって、あとはね、これに入れて、そうだね、朝ごはんやあと娘のお弁当に入れる予定です。ポイントは、鍋でまず人参とほうれん草を一緒に茹でちゃえば手間も少ないし、まあ、私はまあ前から言ってるんだけど、ほうれん草はこう茹でる派なので、それで、茹でる派の人はその方が手間がないかな。もちろんレンチンでほうれん草を加熱する派の人はもちろんそれで OK。 あとはツナをお湯ごと入れることで、すごく塩昆布とほうれん草や人参にツナのエキスが入りやすくて回りやすくなることで、このようにすごく料理に照りが出るということ。最後はすりごまといりごま多めに入れることによって香ばしくなるし、見た目もすごく良くなることです。火曜日は鶏胸肉の日。甘酢ごまソースに包まれた鶏胸肉は、ご飯、胸肉、ご飯、胸肉の無限ループに。揚げない鶏胸の甘酢ごまソース、1人分87円材料です。鶏胸肉2枚は1枚を2枚におろして、ラップをかけて棒で叩いてストレス発散して、あー気持ちよかった、そぎ切りにしてポリ袋に入れ、塩小さじ2分の1、砂糖小さじ1入れて揉み込み10分放置します。片栗粉を大さじ6入れてまぶして、サラダ油大さじ2熱したフライパンにまぶした鶏むね肉を入れていきます。5分ほど焼いてひっくり返したら、蓋をして弱火にし、火が
通るまで5分焼きます。胸肉に火が通ったら火を止めます。全体にかけるように砂糖大さじ2、お酢大さじ2、醤油大さじ2、白ごま大さじ2入れて、フライパンを揺すって混ぜ合わせて、全体にこのように絡んだら出来上がりです。火をねつけなくて大丈夫なのと思うかもしれないんだけど、これ余熱でね何回かこう続けてこうやって揺すってると、ほらこういう風にさ、見て見て、余熱でさ片栗粉もコーティングしてあるから、調味料もね吸っちゃっていい感じにこうとろみが余熱パワーで出てくるので大丈夫です。ポイントはやっぱり最初に胸肉を棒で叩いて塩砂糖につけて10分置くこと。これが数日経っても冷蔵庫でね一回冷やしても柔らかい技だし、そして最後に調味料を火を消して調味料を入れると、こういう風に余熱で自然に調味料が絡んでとろみが出て美味しくなることですね。焼肉屋さんのチョレギサラダ1人分41円材料です。チョレギサラダは2つに段階的に分けます。まずこれからこのきゅうり、これを使って無限きゅうりを作ります。そこでチョレギサラダのタレと一緒につけるような形にします。そして豆腐、もやし、サニーレタスとわかめは召し上がる日にカットしたりちぎったり戻したりして作ります。ではまずきゅうり2本は棒で叩いて、わー飛んでった、細かくします。サニーレタス4枚は手でちぎります。乾燥わかめ大さじ2は表示通りに戻して水気を絞ります。もやし1袋は耐熱容器に入れて600ワットの電子レンジで2分チンします。豆腐はさいの目切りにします。ではまず第一段階のきゅうり、無限きゅうりから作ります。ボウルにきゅうりを入れて、鶏ガラスープの素小さじ2、砂糖小さじ2、いりごま大さじ1、にんにくチューブ3センチ、ごま油大さじ1、醤油大さじ1、お酢大さじ1入れて混ぜ混ぜすれば出来上がりです。これを容器に入れておきます。トゥルルルルトゥトゥー、はい、ということでチョレギサラダを作る日が来ました。お皿にまずサニーレタス、もやし、ねえななちゃん、わかめ、豆腐、真ん中にも思うかな、作り置きした無限きゅうりを盛り付けて、盛り付けできました。このようにしてお召し上がりください。無限きゅうり余った時はね、別の日にこうおつまみ、お酒のおつまみとかお弁当に入れてもよきよきです。水曜日は一品のみの日、時間のかかるバターチキンカレーですが、この度青ニーナ短時間で作れる方法を開発いたしました。カフェ風ご飯バターチキンカレー1人分131円材料です。鶏もも肉2枚は食べやすい大きさにカットします。一口ぐらいの大きさね。玉ねぎ2個のうち1個はみじん切り、もう1
すりおろします。フライパンに鶏もも肉を入れて中火にかけます。皮の面を下にして鶏もも肉を広げます。5分ほど焼いて、このように皮目に焼き色がついたらひっくり返します。鶏もも肉を3分の2ぐらいここに寄せて空きスペースを作って、みじん切りにした玉ねぎを入れます。鶏もも肉もね、もう裏が焼けてきたらこうどんどん玉ねぎの領域を増やしていって、玉ねぎも炒めて甘みを出してきます。3分ほど炒めてもうしんなりしたら、すりおろした玉ねぎ、生姜チューブ7センチ、にんにくチューブ7センチ、醤油大さじ1、固形コンソメ2個、砂糖大さじ1を入れて、玉ねぎのところでね、混ぜ混ぜします。火を止めて、炊飯器のお釜に入れ、カットトマト缶1缶、プレーンヨーグルト大さじ4入れて混ぜ合わせて、白米モードでスイッチオンします。炊き上がったら一旦開けて、おーおー、湯気に注意、熱いからね。カレーのルーを6切れ、我が家はね、娘ちゃんが辛いの苦手なんで、バーモントカレーの中辛のこれ半分ね入れます。お好みのカレールーで大丈夫です。バター 40g、 牛乳 50ml 入れて混ぜ混ぜして、再度蓋をして30分放置します。このようにガーリックチップスがあれば、ガーリックチップス、生クリームをかけてお召し上がりください。木曜日は豚こま肉の日。豚肉×きのこ×生姜イコール旨味のブラックホール状態やという方程式は本当でした。豚こまときのこのこってり生姜焼き、1人分116円。材料です。豚こま肉 300g はほぐしておきます。エリンギ2パックは大きめにカットします。しいたけ5個は2等分、もしくは3等分にカットします。ゴロッと切るのがポイントです。フライパンにごま油大さじ1入れて中火で熱し、豚こま肉を入れます。7割ほど火が通るまで炒めます。3分ほど炒めて、しいたけとエリンギを入れて、フライパンを揺すって、エリンギとしいたけに、よいしょ、ほいほい、はあ、今もうなんか10回ぐらいしか振ってないのに結構疲れんな。もう料理はもうスポーツだからね。料理はスポーツだよ。うん。油を回して全体に。蓋をして中火にして、このまま火が通るまで蒸し焼きにします。7分ほど蒸し焼きにしました。もうね、ほぼ火が通ったので、和風だし大さじ1、砂糖大さじ1、みりん大さじ2、醤油大さじ2、生姜チューブ7センチ、水50ミリリットル入れて混ぜ混ぜして10分ほど煮込めば出来上がりです。ご覧のように青ネギをてっぺんからかけるととても映えますので、ぜひかけてお召し上がりください。やみつき無限蒸しキャベツ1人分8円。材料です。キャベツ1/4個は
食べやすい大きさに手でちぎります。耐熱ボウルに入れてラップをかけて600ワットで3分30秒チンします。下の方に溜まった水分をキッチンペーパーでしっかり吸い取ります。和風だし小さじ1、砂糖小さじ1、白ごま大さじ1、にんにくチューブ5センチ、ごま油大さじ1、お酢小さじ1、醤油小さじ1入れて混ぜ混ぜ、あえれば出来上がりです。盛り付けたらこうてっぺんに細かい刻んだ鷹の爪飾るとすごく見栄えいいかも。うん、いい感じだよね。なんとか押し込んでニトリのガラス容器に入りました。でこれね、あのごま油とあとお酢がポイントかな。ちょい酸っぱさで食欲増進して、でごま油ですごくこう照りがねキャベツ全体にかかるんで、もう本当になんかおつまみにもパクパクいけるね。でキャベツだからカロリーも低いし、ダイエット中のかっこ私なんかもパクパクいっても大丈夫です。金曜日は下味冷凍の日、ネギ塩レモンソースも美味でしたが、この日の MVP はミニトマトのバジルマリネでした。豚ロース肉のネギ塩レモンソース1人分128円材料です。豚ロース肉4枚は両面に斜めに浅く切り込みを入れます。長ネギ1本は小口切りにします。結構こうぶつ切りっぽくて大丈夫です。小さめのフリーザーバッグに長ネギを入れて、塩小さじ2分の1、砂糖小さじ1、鶏ガラスープの素、言えてなかった、鶏ガラスープの素小さじ1、言えたにんにくチューブ5センチ、レモン汁大さじ2、料理酒大さじ2、ごま油大さじ1、粗挽き胡椒小さじ2分の1入れてもみもみします。あとパンチパンチしてね、長ネギのエキスを出します。1枚1枚ずつ豚ロース肉を液に浸しながら入れて、空気を抜いて封をすれば、こっちから見た方が分かりやすいかな。これで下味冷凍は出来上がりです。豚ロース肉のみフライパンに入れて強火にかけます。こんがり焼き色がつくまで焼いて、ネギとタレは残してね。ひっくり返してネギとタレを入れ、蓋をして中火にします。火が通れば出来上がりです。おいしそうだよ。もうご飯進むね、間違いない。ミニトマトのバジルマリネ1人分33円材料です。ミニトマト10個はマリネ液が染み込みやすいように十字に浅く切り込みを入れてあります。紫玉ねぎ4分の1個は、まあ、これね、あの紫玉ねぎちょっとお高めなので普通の白い玉ねぎでももちろん大丈夫です。は、薄くスライスします。ここに紫玉ねぎ、砂糖小さじ1、塩小さじ2分の1、バジル10振り、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もう一個入れてもいいか、バジル好きな方はもっと加えてもいいかも、1、2、3振り、あと13振りした。粗挽き黒胡椒小さじ2分の1、お酢大さじ1、オリーブオイル大さじ2入れて混ぜ混ぜ、あえれば出来上がりです。でこれすぐにはね食べられないので、まだ染みてないので、なのでつけるのにまあ一晩置いていただきましょう。保存容器にはね、ミニトマトとあと紫玉ねぎ
を別々にそれぞれこう染み込みやすいように入れました。で、あとこの切り込み入れたのを下にした方が直接直漬けみたいな感じで、あのマリネ液になので染み込みやすくなると私予想しますね。あります。安倍元首相でございます。ちょっと岸田総理の真似はできないよね。難しいな。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回のテーマは1週間作り置き、パパッと作り置きを予定しています。インスタグラムリニューアルしましたので、ぜひフォローお待ちしています。他にナディアサイト LINE 公式アカウントもやってますので、ぜひお願いいたします。